にちは、レクミーチャンネル戸田です。今回ですけども、自己分析のやり方ということでお話をさせていただきたいなと思います。これをご覧いただいている皆さんは、自己分析どないすんねんとか、ないしは巷にですね、いっぱい本が売ってたりするから、どないすんねんということ、いずれにせよ知りたいなと思っていただいている方が見ていただいていると思います。要はですね、自己分析って自分が何ができるんだっけ、キャリアを通じて何を成し遂げたいんだっけってことを言語化、明示化することだと思っています。物事っていうのはそもそもなんですけども、やる前からできるかできないかっていうのはわかりません。多くの方が新卒でまだ働いたことがない皆さんなんで、その仕事がうまくいくかいかないかっていうのはわかんない。だから仕事で全部トライすることっていうのは当然できないので、できるかできないかで選ぶんじゃなくて、まずはやりたいかやりたくないかで選ぶということ、これがめちゃくちゃ大事です。これがスタート地点。じゃあ自分がやりたい仕事って何なのかと、これはそもそも仕事って自分にとってどういう意味のあることなのかっていうことを考えることと同義だと思います。で、仕事なんで当然なんですけども、自分のためでもあるけれども、その仕事を受け取る社会や誰かのためのものであるはずです。であれば、自分が持っている能力、力が発揮できるところが、皆さんがより大きく、社会に貢献したりとか、パワーを発揮できるはず。だから自分の強みが発揮できるところの中に、自分のやりたい仕事もあるはずじゃないかというふうに思います。じゃあビジネスに生きる、自分の強み、力って何なんだと、どういうふうに見つけるんだということをお話ししていきたいなと思います。ポイントは、自分が好きなこと、得意なこと、これまでやってみてうまくいったことの中に必ずあります。好きなことの中には当然成功体験があって、成功体験をたどっていくと自分の強みが見えてくるってことです。成功してるってことは自分の強みが出てたってこと。試しに自分が好きなことをガーって書き出してみてください。この時にポイントが一つめちゃくちゃあります。漫画が好きみたいな名詞で書くのではなくて、何々をしていることが好き、動詞で考えてみてください。例えば僕だとドッジボール、子供の頃やってましたけど、すごい得意だったんですね。でもやってる時にドッジボールの勝つ作戦を考えるのが好きだったと。ないしは何かでみんなで旅行行ったりするときに、何かを企てたり考えてるときがすごい好きだった。こういうパターンの場合は、作戦を考えたりするとかいうことが好きだってことがわかるはずです。皆さん20年ぐらい生きてきていただいているので、誰でもそんな成功体験、自分の中、僕言ったのドッジボールですから、これぐらいのこと絶対皆さんたくさんあるはずです。そうやって自分自身の個性、特徴、キャラクター、強みを認識することが就活の第一歩じゃないかなって思います。じゃあ自分の強みが分かったっていうのはいいんですけども、これ当然ですけれども、これから皆さんはアカデミックな世界、学生の世界からビジネスに出ていくので、ビジネスに生きる能力であるってことが大事だと思います。他の動画でも僕お話をしてるんですけれども、ビジネスでよく使われる、ないしは高く評価、バリューがあるよねあの人って言われる能力は、シンプルに言うと3つです。1個はビジネス、基本的には考えてやることなんで、考える力。2つ目は、1人でやることってほとんどないです。なんで周りの人をしっかりと巻き込む力。で、当然ながら考えて巻き込んでも形になんなきゃ意味ないので、実行していく力。この3つの力、もう一度言います。考える力、巻き込む力、やりきる力。これと自分のさっき出てきた強み。この強みって、このカテゴリーで言うと、どこにあるかなというふうにご理解をされるということがめちゃくちゃ大事です。で、仕事ってのは、どこかの会社で職能を発揮するということです。なので、これもよくある間違いなんですけど、どこの会社で働こうかっていうふうに皆さんよくお考えになるんですけども、さっき僕ら強み、自分のキャラクターに気づいてますから、自分の強みが生きそうだなと、思う職能、これが営業でもマーケティングでもファイナンスでも何でもいいです。まずその職能に当たりをつけるということ、これが一番大事です。で、この職能に当たりをつけた上で、当然なら当然ですけども、その職能がよく強く生かされてたり期待されているような会社を探す、この順番で考えられることをすごくお勧めします。でも一番大事なのは、どこの職能を選ぶのか、ないしはどこの会社に入るのかではなくて、皆さん自身がキャリアを通じて幸せだな、
感じることです。なので自分自身のキャリアを通じてどんな目的を達成したいのか、この目的を明確にするっていうことが超重要です。だけどそんなに難しいことじゃありません。シンプルに仕事を通じて、ないしは仕事、キャリア、自分自身のキャリアを通じてどういう状態であれば自分がハッピーなのかということを考えること、それが明記できること、これがキャリアの目的になります。僕の場合は例えばですけれども、僕自身当時20歳ぐらいの時に考えました。僕自身が、僕みんなでワイワイやるの好きなんですけども、グループの中にいて、その中の起点として自分の実行したりだとか、みんなを巻き込んだりっていうような力を発揮していきながら、社会の何がしかの形で皆さんにご奉仕させていただく、ないしは貢献をさせていただく、なんかすごく綺麗事言ってるように感じますけれども、なんかね、本当にピュアにそんなことが大事だなっていうふうに思っていました。でそう考えた時に、当時僕が目指した職能っていうのがたまたまだったのかもしれませんけれども、経営という職能でした。当時当然僕も普通の学生でしたし、できるかできるか分かんないと。だけど冒頭申し上げた通り、できるかできないか分かんないんです。だけどだからがゆえに、自分自身がやりたいかやりたくないか、僕にとってはそういった青臭いことを目標に置きながら、経営ってものがセクシーに見えたし、やってみたいということだった、そういう話です。先ほど申し上げた通り、目的を設定するっていうのは一番大事なことです。ただこれはめちゃくちゃ精緻にかける人、僕は過去20歳で見たことがほとんどありません。だからザクッとしたもので全然構いません。だし途中で変わっても全然構いません。大事なのは、自分自身がこのキャリアを通じて何を達成したい、どういうハッピーな状態を得たいんだっていうふうにしっかりと考えるというプロセスです。そして皆さん自身がそこで納得をした、自分自身がコミットできるぞという目的を今のタイミングでしっかりと持つということ。何度も言います。めちゃくちゃ具体的に書けてなくていいです。抽象的でいいし、途中で変わってもいい。だけど20歳の今、社会に出るというタイミングで、これだったら俺は今はコミットできるんだということを持つということ、これはその後当然社会にデビューして、皆さんはいろんな形で仕事をされていくわけですけども、大変な時だったり順調な時、いろんな時あると思います。それらの時の今考えたこの起点を作った、この20の時ですね、これが戦っていく、自分自身がキャリアを作っていく時の大きな自信になるはずです。まとめです。自分の強みは何なのか、それを活かせるのはどんな領域なのか、どんな職能を選んでどんな会社を選ぶのか、そしてそのキャリアを通じてどんな目的を達成していきたいのか、これが表現できること、この書かれた文章や文面に自分自身でコミットできること、それが自己分析だというふうに僕は考えます。なのでそこは逃げずに、とことんとことん自分が腹落ちするまでクイックに、最後はもう腹決めですけれども、考え抜いてほしいと思います。就活、当然パーフェクトなんてものは世の中に何も存在しません。だからもしかするとちょっと苦労したなとか、うまくいかなかったなって感じる人もいるかもしれません。だけどそんなことは、自分の人生においては後になれば、そんなに実は大きくなかったんだってことに気づけると思います。最後です。皆さん自身がこのプロセスを通じてしっかり自分自身に向き合った、自分自身の人生や目的に対して考えることができた、そこに対してコミットをできたかどうか、これがめちゃくちゃ大事です。さっきも申し上げた通り、これがその後皆さんがキャリアを築いていく時の起点になり、自信の源になります。ぜひ皆さんが良いキャリアの選択、ご自身の個性の発信、その個性の発揮ということができられることを全力で応援しています。良ければですね、高評価、チャンネル登録いただけると嬉しいです。またよろしくお願いします。